こんにちは、藤崎かな子です。今日の動画では土曜日の東京メインレースアハルテケステークスの予想をお届けしたいと思います。今回本命に選んだのはイーグルノワールです。兵庫ジュニアグランプリ優勝や全日本2歳優秀2着という実績からも今の3歳馬では上位評価できる馬と言えそうです。この3歳上位ダート馬が初の古馬との対戦となるので、どの程度の実力差があるのかというのは評価が分かれそうですが、最後まで伸びる差し足を持ち合わせたこの馬ならチャンスがあると見て本命に狙ってみたいと思います。鞍上にもクリストフ・ルメール騎手が予定されている点もプラス材料となりました。今回は3連複一等軸流しで、このイーグルノワールからユティタム、アクションプラン、ゴーゴー豊か、アスクドゥラメンテ、レオレーノ、タマモロック、こちらの6頭に流した3連複15点で敵地を狙ってみたいと思います。